はい、皆さんこんばんは、100円です。さあ今日もプロデュースしてっちゃいますよ。この前ね、もうこの前というか昨日ですか、終わりかななんて思ったらあと4週間残ってるっていうことになりましてですね、みたいな感じになっちゃったんですけど、まあ頑張ってやっていきたいと思います。もしかしたらノミネートされるかもしれないですよね。さあ今日の意気込みは誠かな。いいこと言ってよ。お、やりって感じです。いいですね。ここはこう答えておこう。安心したよ。調子が良さそうで安心したよ。やっぱ筋だよね。に入れてほしいです。仲間に入っているよ、ユキホも。ミキ的にはソロ、もうリリースしちゃう、しちゃっか。この曲飽きてきたし、なんだっけ、あの曲がいいって言ってたんだよな。これじゃなくてワールドイズなんとか、どれだっけな、どれだったっけかな。あれかな、じゃあザ・ワールドイズなんとか、これか。これが僕たちの新曲ですか。はい。曲がピカピカしてるって感じ。歌ってるミキたちも笑顔になれそうなの。いいね。この曲まともに歌えるよ。視力を視力を尽くすって。あ、金丸記者がついてんだよね。経済の話か。収入を得られるスケジュール、やっぱテレビ番組っすか。ギャラ結構高いんだよね。こっち高いギャラ。ファン人数が多いやつがいいね。あ、こっちいいね。これにしよう。いやー、まさか4回もあるとは思わなかったな。あ、ゲスト、この子と。この前はもうリスク来てもらったんで、また亜美に来てもらうか。新曲だからね。ステージ衣装、俺あれ学生服みたいの好きなんすよ。今のままでお願いします。悪いけど今日は僕の日だから、僕が目立ちまくっても嫉妬しないでね。プロデューサー、私のことも忘れないでくださいね。やっぱこの子自分に自信がないんですね、ゆきほは。前みゆきとか呼んでたの懐かしいな。新しい曲だからね。やっぱこの服が一番可愛いんだよな。 AKB さんみたいですね、なんか。うん、バッチリ頑張ろうね。 OK。 はい、なの。みんな気合を入れていくの。合わせるぜ。絶対トップアイドルでしょ。ファイト。わかんねえ、これ見てる人わかんのかな。絶対わかんないんだよな。一回休んでみたいな、どんな風になるのか。そのパターンまだ一回もやってない。
い曲だったな。楽しいね。芸能界でプロデューサーとかやったら本当楽しそうですね。まあ悩みも多そうですけど。よし、あれ絶対時間に来る人いないな。ゲストでプロデューサー、お待たせしちゃったかしら。ごめんなさいね、ヒロインは遅れてくるものなのよふざけやがって。俺このアミちゃん結構好きなんですよね。可愛い、嫌いじゃない、こういう子。やっぱちょっとみんな子供っぽい顔してますよね。どれがいいかな。これ前聞いたと思うんだよな。これ聞こう。これまだやってないと思うんだよな。間が入れ？なんて書いてあったよ。ちゃんと見てなかった。はい。ファイト！メガレか。静かにします。かっこいい。うるさくしないって言ったのに笑っちゃうよ。私が受ける。なんか変わった感じの曲でしたね。楽しかったけど、アミちゃんがやっぱ可愛いですね。ミキもいいんですけどね。まあああいう髪の毛短い系の子も好きなんですよ、自分は。結構ゲストとのライブは楽しいな、見てて。上からだな。また絶対呼んでね。じゃあバイバイ。ちょっとキャラがミキに被ってるっぽいな。あの子もプロデュースしたらどうなのか見てみたいな。あれ金丸さん早かったね、いなくなるの。また来ちゃう。すげえ。こいつ前来たことあるな確か。
買い物か。買い物はいいや。ひひ、あの北海道ね、一回も行ったことないんですよ自分。一回行ってみたいな。行って美味しい海鮮丼とか食べてみたいけど、北海道は仕事で行く機会ないからな。絶対ないよな。友達が住んでるんですけどね、でも結婚して関東に住んじゃってるんで、そいつに会いに行くわけにもいかないですね、北海道にね。北海道の視聴者さんっているんすかね。一人ぐらいいるかな。戻ります。あ、ごめんなさい、飛ばしちゃった。プロデューサーミキ、今度の新曲すっごくセンスいいって思うな。本当か？バッチリだな。僕、今度の曲かなり気に入ってますよ。あ、そう。私もこの歌いいなって思ってたから、みんなも気に入ってくれてよかったです。それよかった。よし、みんな新曲が気に入ってるみたいだな。このいい空気が持続するようにしないと。お疲れ様、諸君。ところで今日はおめでとう。素晴らしいステージだったようだね。さて、そろそろ全国ランキングのコーナー、ドットップ TV が始まるぞ。まあまあまあ、ゆぐこまちもかなり下がったね。46。どうせまた魔王エンジェルでしょ。強すぎるわ。宇多田ヒカルさんみたいなもんか、芸能界の打者1位みたいな。すごいな。今ミリオンヒット出す曲って AKB さんぐらいですか。大成功だったね、プロデューサー。まあ、ミスチルさんとかビーズさんは出してんのか、ミリオン。うんうん、やっぱ今日のミキ頑張ってたよね、プロデューサー。褒めてもいいよ。歌詞はね、ミリオンとかめちゃくちゃいっぱい出てたんですけどね。最近はもう100万枚売るのはすごい難しいって言いますもんね、 CD を。おお、2本。なんかあんま面白いのないな。まともなやつが多いな最近は。おや、メールが来たようだ。あ、これよく見えるっつって、あれかな、なんかプロフェッショナルの人が極めるとこう見えないものが見えてくるみたいな、そんな感じですかね。